年金手帳日本の年金制度が存在し、国民みな年金が達成されている。どちらとも、老齢給付、障害給付、遺族給付の機能を持つ。歴史的経緯として、費用者年金が先に制度化されており、これは、所得比例拠出型の社会保険である。保険料は、事業主と接班して拠出し、保険者には、政府干渉の厚生年金と、 共済組合干渉の共済年金が存在してきた。さらに戦後となってから政府干渉の国民年金が制度化された。これは定額拠出型の社会保険であり、国民年金法を根拠として1961年にスタートした。国民年金導入時の男性の平均寿命は65.32歳、女性の平均寿命は70.19歳だった。 そのため55歳から支給された厚生年金を会社員男性は10年間、今も65歳から支給される国民年金は、被扶用女性らが5年間程度受給するような制度だった。2015年からは社会保障税番号制度が導入され、基礎年金番号との連携が2017年により開始された。年金積立金は、 2018年において159兆2154億円まで増加。資産額は過去最大となった。公的年金の実受求権者数は4067万人であり、日本の人口の32.2%を占めている。日本の人口ピラミッド就労形態別に各制度が分立していたものを1985年の改正法施行により、 国民年金を1回部分、費用者年金を2回部分とする形で再編成し、さらにその上に任意で加入する制度を設け、現行の日本の年金制度は、いわゆる3階建てで構成されている。原則として、20歳、以上60歳未満の者には、国民年金への加入が法律にて義務付けられ、そのものの就労形態等により、第1号、第2号、 第3号のいずれかの被保険者に分類される。また、60歳以降でも、所定の要件を満たす者は、国民年金に任意加入が可能である。また、費用者は勤務する企業や組織に応じて、厚生年金への加入が義務付けられている。これらは、世代間扶養のシステムとなっている。さらに、私的年金として、個人は、国民年金基金や、 確定拠出年金に任意に加入できる。企業では、費用者のために、各種の企業年金、確定拠出年金に任意に加入して、掛け金を、費用者との接班で拠出する。これで、加入者には、資格期間を10年以上有して65歳に、到達した場合には、老齢年金が、所定の等級以上の障害者になった場合には、障害年金が、死亡した場合には、遺族に、 遺族年金が支給されるようになる。その他にも各個人は私的年金に任意に加入できる。公的年金の所管は厚生労働省である。かつては社会保険庁が存在したが、運営事務は日本年金機構に関され、残余資産は年金、健康保険福祉施設整理機構によって生産された。日本における年金に関する特例法が成立されており、 以下の特例法がある。なお社会保障制度改革推進法において、公的年金制度は、財政の減強及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し、結論を得るとされている。かつての国民年金は、ミーンズテスト型の無拠出制年金制度であり、その養老年金は、一定の年齢に達したものの中で、 一定の所得以下のものに限定して支給するものであり、その財源は国庫から賄われた。現在の国民年金は拠出性年金であり、同法改正により1961年4月から保険料の徴収が開始され、国民皆年金制度が確立された。その後、1985年の年金制度改正により基礎年金制度が導入され、 現在の年金制度の骨格ができた。個人番号の施行により、就業時には年金手帳に代わり、マイナンバーを提示するようになった。費用者年金は、これまでは民間企業対象の厚生年金と、公務員、私学教職員対象の共済年金とが並存してきたが、2015年10月よりこれらを統合し、厚生年金に一本化された。 厚生年金の対象となる事業所は、強制適用事業所と任意適用事業所に分かれる。強制適用事業所は、健康保険の強制適用事業所と共通であるが、厚生年金ではさらに、船員法第一条に規定する船員として、船舶所有者に使用されるものが乗り組む船舶も、強制適用事業所とされる。適用事業所に勤務する労働者で所定の要件を満たす者は、 全員厚生年金の非保険者となる。2007年3月に公表された厚生年金の標準的な年金額の見通し、青年度別、65歳時点から暫定資産マイナスの経済前提基本ケースで出生中くらい場合は、1941年度生まれの月額22.7万円から所得代替率は徐々に下がり、百八十六年度生まれでは、 月額37.3万円となる。日本の年金制度は、現役世代の保険料負担で、高齢者世代の年金給付に必要な費用を、賄うという世代間扶要の考え方を基本に、付加方式により運営されているが、近年、経済の長期的停滞の下で人口の少子、高齢化が急速に進行している。世代間扶要の考え方に基づく、 財政運営方式では保険料負担の急増や給付水準の急激な抑制が不可避となることから従来から一定規模の積立金を保有することにより将来の保険料負担の上昇及び給付水準の低下を緩和することとされている2004年改正前の年金額の改定は給付水準維持方式により原則として5年ごとに 行う財政再計算に合わせて、賃金や消費支出などを総合的に勘案して行われ、保険料負担は段階的に保険料を引き上げる段階保険料方式が取られていた。また、財政再計算が行われなかった年度は、完全自動物価スライドにより、年金額の改定が行われていた。国民年金保険料は2005年4月から毎年280円ずつ、 引き上げ、2017年度には月額16,900円に固定されることとなった。厚生年金保険料は2004年10月から保険料率を毎年0.354%引き上げ、2017年9月から18.3%に固定された。2004年改正では、 標準的な年金受給世帯における受給し始めた時点の年金額の現役世代の平均手取り収入に対する比率で見て50%を上回る給付水準を確保することとされた。年金を受給し始めた年以降の年金額は物価の上昇に応じて改定されるが通常は物価上昇よりも賃金上昇率の方が大きいため その時々の現役世代の所得に対する比率は低下してゆく。マクロ経済スライドによる調整期間においては、新たに年金を受給し始めるものだけでなく、すでに年金を受給し始めているものについても、年金改定が緩やかに抑制され、年金額の現役世代の所得に対する比率は低下する。ただし、名目の年金額は、物価や賃金が下がる場合を除き、 下がることはない。2004年法改正においては、厳しい年金財政状況を踏まえ、社会経済と調和した持続可能な年金制度を構築するために、給付と負担のあり方の見直しが行われた。将来のすべての期間について、給付と負担の均衡を図り将来にわたって、一定の積立金を保有することを改め、おおむね百年間で給付と負担の均衡を図り、 その財政均衡期間の最終年度に給付費の1年分程度の積立金を保有することとし、積立水準の圧縮分を次世代、次々世代の給付に充てることとした。日本における平均余命の推移2004年法改正では、給付と負担の見直し方については、最終的な保険料の水準を法律に規定し、その保険料の範囲内で年金給付を行うことを基本とした。 年金額改定は、新規債定者は、名目手取り賃金の伸び率によるスライド、期債停者は、物価の伸び率によるスライドにより行われる。このため、これまでのように5年ごとの財政再計算は行わず、財政状況を検証するため、少なくとも5年に一度、財政の現況及び見通しの作成が行われる。また、財政均衡機関において、 必要な積立金が確保できないなど、財政の不均衡が見込まれる場合には、賃金や物価の変動と合わせて、少子化や高齢化といった経済情勢や社会情勢などの変動に応じて、給付の水準を自動的に調整する仕組みが導入された。マクロ経済スライドによる調整期間における年金額改定は、新規最定者は名目手取り賃金の伸び率。 スライド調整率、記載停車は物価の伸び率、スライド調整率により行われる。年金財政に影響を与える主な要素は人口関連と経済関連があり、この二つを勘案して将来の給付水準を設定する。人口関連経済関連日本の年金制度は費用者年金を皮切りに始まっており、現在の第二回部分に相当する部分が先に、 形成されたという歴史を持っている。1961年の国民年金制度の本格的な発足によって国民みな年金の体制が実現してから公的年金制度は何度も改正されているが1985年の改正は最も大きく全国民共通で全国民で支える基礎年金制度が創設された。日本で最も古い年金は 軍人への恩給であり、1875年に陸軍武漢将棋扶助及び非死亡の者再最至並みに、その家族扶助外則と海軍隊員令、翌1876年に陸軍恩給令が交付された。その後、軍人以外の公務員にも個別的に別の恩給制度が定められていき、1923年には軍人、管理、 教職員などの恩給制度を一つにまとめた恩給法が制定された。日本初の企業年金は金が不知石の経営者、武藤山次がドイツ鉄鋼メーカーの従業員向け福利厚生の小冊子を1904年に入手し、研究後、翌年1905年に始め、その後、三井物産なども始めた。 民間の公的年金としては、海上労働者を対象とした1939年交付の繊員保険法を根拠とする年金が実施されている。それから、厚生省の設置や国民健康保険法の制定など、社会保障政策を進めていた当時のこの内閣で、厚生省官僚だった花沢武浦により、ナチスドイツの年金制度を反として労働者、 年金保険法1941年3月11日に交付1942年6月に施行した。労働者年金の対象事業者は従業員10人以上の事業所に働く男子筋肉労働者であり、産業は工業、工業、運輸業などに限定されていた。年金基金は大倉省預金部が運用し完全積立方式で運用された。 労働者年金の給付内容は以下である。養老年金排出年金排出手当遺族、年金脱退手当さらに1944年には厚生年金保険に解消され、被保険者は男女の事務職や女性労働者にも拡大され、事業所規模も5人以上と改定された。これにより、被保険者は832万人まで増大する。戦後、 1950年社会保障制度審議会勧告では、費用者年金と非拠出型社会扶助年金の2本立てが構想されていた。しかしこれは従来からの拠出者の抵抗により頓挫している。1958年に国会議員補助年金、1959年に国民年金というように職域ごとに年金制度が制定されていった。 非居室型年金は、老齢福祉年金として、居室制国民年金への積み立てが不足するものを、対象として、ミーンズテストを実施の上で行う、経過的な措置として制定された。1972年の時点で、年金の支給額が月1万6千円であるのに、対し、生活保護を受ける夫婦の受給額は月2万8千円に、 設定されているなど、すでに年金だけでは老後を暮らしていくことはできない状況にあった。当時の朝日新聞の天聖人ご覧では、こうした状況を改める有効な手段として、積み立て方式から付加方式に変更することを提唱していた。産業構造の変化等により、財政基盤が不安定になったことや加入している、制度により給付と負担の両面で不公平が、 生じていたことから、1984年、中曽根内閣では、職域集団ごとに分立していた制度を見直し、全国民共通の基礎年金制度を導入する大改正を行うことが、閣議決定され、1985年に国民年金法をはじめとする改正法が施行された。2004年改正では、保険料負担と年金給付のバランスを図るため、 保険料負担の上限を固定し、基礎年金の国庫負担割合を2分の1へ引き上げる、及びおよそ100年かけて積立金を取り崩して、年金給付に充当させることにより、保険料の引き上げをできるだけ抑制する。また、社会全体の所得、賃金の変動や、平均余命の伸び、合計特殊出生率に応じて、年金額の改定率を自動的に設定し、 給付水準を調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入して年金給付を緩やかに削減し保険料上限による収入の範囲で給付水準50%以上を確保するとした。この改正の背景には少子高齢化による世代間の問題やグローバル化の中で労働コストを抑制したいという理由から保険料の引き上げが極めて厳しくなっているという状況があった。 費用者、年金一元化一元化の議論には、財政単位の一元化と、情報の一元化がある。財政単位の一元化とは、報酬比例部分の財政単位を一元化して、制度設計し、給付と負担を調整する。情報の一元化とは、被保険者情報と受給者情報を一元化し、職業や住所を変えるという移動があったときに一元化、された情報を元に確認する仕組みである。 安倍政権では、費用者年金制度の一元化等に関する基本方針についてが2006年4月に閣議決定された。公的年金制度の一元化を展望しつつ、民間費用者、公務員を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば、同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性、安定性を確保する。また、職域部分を廃止し、 民間準拠の考え方を踏まえながら、中産両院の国会議員、公務員の職務や身分の特殊性など、公務員制度との関連から、新たな仕組みを設けるとした。パートタイマーの厚生年金適用の、拡大厚生年金は、フルタイム勤務者は、企業規模に関係なく、加入義務があるが、2007年4月、上記、費用者年金制度の一元化法案の中に、 パートタイム労働者の厚生年金の適用の拡大が盛り込まれ、後の民主党政権下にて公的年金制度の財政基盤及び最低、保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律として成立した。2016年10月から同法により、費用者年金及び費用者健康保険が以下の条件を全て満たす人にも拡大された。 年齢が75歳未満、かつ学生ではない所定労働時間が、週20時間以上賃金が、月額換算で8万8千円以上勤務期間が1年以上、従業員501人以上民主党マニフェストでは、社会保障税番号制度導入が公約され、これは2015年から実施されている。三党合意による社会保障改革関連後法案の成立により、 以下が実現された。国庫負担2分の1への引上げ年金給付に必要な費用の財源は負担対象者や負担方法により社会保険方式と税方式がある。国民年金は他の公的年金と同じ社会保険方式を採用しているが保険料の他に国庫負担もあり2004年の年金法改正で 基礎年金の国庫負担の割合を3分1から2分の1へ引き上げることになった。2007年度を目途に所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で2009年度に実施され財源に消費税を当てる。2012年の消費税法改定では第1条に似て福祉目的税であることを明記。2014年には 消費税率が8%に引き上げられた。消費税法第1条に消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。これにより、基礎年金国庫負担の2分の1への引き上げは、達成された。 厚生年金の適用拡大2020年5月29日に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案が成立。2022年10月から従業員101人以上、2024年10月から従業員51人以上の企業規模のパートや非正規労働者の厚生年金加入義務化された。日本の社会的支出。 緑は医療、赤は年金、紫は、その他年金制度に関する国民の関心は高く、制度の持続可能性の確保や、世代間、世代内の不公平の是正が求められている。2004年の年金改正法の不足に、社会保障制度全般についての一体的な見直しが、明記されたことにより、同年7月、社会保障のあり方に関する懇談会が、 社会保障制度を将来にわたり、持続可能なものとしていくために、税、保険料等の負担と給付のあり方も含めて、議論を開始し、計18回の審議を行った。2006年5月、同懇談会は、社会保障の給付と負担の将来見通しを示し、今後の社会保障のあり方についての議論を取りまとめた。産業構造が変化し、都市化、 各家族化が進行してきた日本では、従来のように家族内の私的扶養により、高齢となった親の生活を支えることは困難となり、社会全体で高齢者を支える社会的扶養が必要不可欠となっており、公的年金制度は安心、自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みを目指して導入されたが、近年の少子化、財政危機の中において、 逆に国民の不安を助長する仕組みになりつつある。日本における租税と再分配代々は、納税額、青は、給付額、緑は、トータル再分配額。自由民主党の安倍敏子衆議院議員は、第177回国会衆議院構成、労働委員会第3号で、年金全てに関し、社会保障の世代間格差は70歳代は収めた、額の8倍。 20歳代は納めた額の2倍もらえるか、どうか、と質問した。安倍敏子の質問に対して、厚生労働副大臣、大塚浩平は、世代会計で、世代間の負担と受益を比較すると、大体40歳ぐらいを境に、それより若い世代は、生涯の世代会計計計算をすると、受益よりも負担の方が、大きい傾向が顕著であると答え、事実上、高齢者層へ、 農夫額の何倍も支給するために、低年齢者層への支給が削られている状況が浮き彫りになっている。日本の人口統計。2009年現在と将来予測急速な少子、高齢化の進展により、国民の間で年金制度の持続性への不安が高まっている。2004年の年金改正法時における2005年出生率の前提は1.39であったが、 実際の出生率は予測を下回り1.25となり少子化がさらに進んだ超高齢社会においても持続可能な年金制度の構築が急務である新人口推計2006年12月に発表された新人口推計では女性の生涯未婚率を23.5%に見直して合計特殊出生率を1.26に下方修正した結果 20歳から64歳の現役世代の人口と65歳以上の高齢者の人口との比率は2055年には1.3、1になると修正された。負担と給付のバランスを確保するためには、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、制度の担い手を拡大していくことが重要である。高齢者の就業機会の確保は、 高齢者の高い就業意欲に応えつつ、制度の担い手としての役割が期待されることから、増加する年金給付の抑制や高い年金依存度の緩和につながる。また、女性や若年者の無業状態、失業を改善することが、少子化対策と合わせて将来の支え手を増やしていくことになる。また、人口予測は外れ続けているため、 財政再計算のたびに修正を施さなければならないという事態が起きており、人口予測を当てることなどが必要だと主張するところもある。2010年には高齢者の死を偽装して家族が年金を不正受給する事件が発覚した。公的年金制度の一元化は財政の安定性、ライフスタイルに対する中立性、制度間の公平性、制度の利便性などのメリットがある。 転職を繰り返したり、脱サラをして自営業に転職した場合、あるいは自営業からサラリーマンに転職した場合など、現在の多様なライフスタイルキャリア形成に対応した仕組みにする必要がある。また、正社員と非正社員との均衡処遇を図り、雇用保険と年金で共通の適用ルールにすることにより、雇用形態の選択に対して中立的な仕組みにする必要がある。 これは、共助のシステムである、本来の機能のあり方という観点からも、非正社員のウェイトが高い産業、企業と低い産業、企業の間において生じている社会保険料負担の不均衡、さらには、未納、未加入問題や適用範囲の是正の観点からも、重要である。国民年金と費用者年金の一元化国民年金特別会計歳入保険料、収入一般会計より、 受け入れ基礎年金勘定より受け入れ独立行政法人の付金その他国民年金は創設当初の完全積立方式から修正積立方式による財政運営に移行したその後年々の年金給付に必要な費用をその時々の非保険者が納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し1985年の 基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間不要の性格を強めてきたため現在では付加方式に移行したと言える。しかし近年国民年金の納付率が低下してきたことで付加方式における不公平感が大きくなっている。納付率の低下近年の国民年金保険料の納付率は1992年度の85.7%を ピークに年々低下し、2002年度は大きく低下した。2003年度からは若干上昇したが、2006年度以降、再度低下に転じ、リーマンショック後の2011年度には58.6%まで下がった。以後は、景気の回復等の要因により上昇に転じ、2017年度には66.3%となっている。また、納付を免除。 猶予された人の分を除外せずに算出した国民年金保険料の付率の全国平均は2006年度は49%である。基礎年金の財源方式をめぐる議論公的年金制度の土台である国民年金の空洞化を解消し、無年金、低年金者をなくすため、また保険料の負担についての世代間の不公平感を解消するためにも、 基礎年金を全額税で賄う必要があるという意見に対しては以下の意見がある。民主党は2009年のマニフェストにおいて消費税を財源とする最低保障年金制度の創設を主張した。社会保障制度改革推進法による最終的な与野党合意においては公費の税収投入は社会保険料にかかる国民の負担の適正化を目的とする範囲となった。 サラリーマンの配偶者は、夫が退職などで、費用者年金制度の資格を喪失した場合、夫ともども第一号被保険者となる。この切り替え手続きは、市役所や町村役場経由で、厚生労働大臣への届出が義務付けられている。この手続きを怠ると、年金未加入、保険料未納扱いとなり、結果として年金の受給額が減額され、 加入期間が不足する場合は無年金となる。しかし、第3号被保険者となる際は、事業主経由で手続きが行われたため、多くの元第3号被保険者が切り替え手続きに無知、無関心であり、届け出を行わないため、実際は、第1号被保険者の立場にありながら、記録上、第3号被保険者のままである不整合が多数、発生している。 この記録の不整合問題は1985年の国民年金制度開始時より懸念されていたことであり、旧社会保険庁時代から会計検査院により繰り返し的成果を求められてきたが根本的な是正がなされることなく放置され続けてきた。しかし、2010年1月頃、社会保険機構が簡易調査を行った時点で約100万件の不整合が確認できたことで、 民主党政権内部で問題視されるようになった。これを受け厚生労働省年金記録回復委員会で検討された結果、以下の措置が厚生労働省年金局事業企画課長、厚生労働省年金局事業管理課長名で通知された。この課長通知の実施は2011年1月1日とされた。通知の概要は以下の通り。 この運用により3号を適用した機関を運用3号機関と呼称するが運用3号を適用すると以下のような不都合が生じる運用3号は法的に問題がある可能性が高いとして2011年2月16日総務省年金業務監視委員会が調査に入ったことで問題が表面化した厚生労働省は2月24日運用3号による救済手続きを停止し 3月8日通知を廃止した。厚生労働省は社会保障審議会内に第3号被保険者不正合記録問題対策特別部会を立ち上げ、対応を検討した結果、2011年5月20日報告書が提出された。報告書の概要は以下の通り、本件に関して2011年11月22日の閣議において、 国民年金法改正案が決定された。この法案ではと、社会保障審議会第3号被保険者、不正合記録問題対策特別部会、報告書よりも受給対象者の負担が軽くなっている。しかし、一般の年金記録の不正合記録、5期では年金の減額や過払い分の返還を求めているため、なぜ主婦のみ優遇されるのかという非難されている。 この法案は2012年8月10日に成立2012年10月1日より施行された。効能制度の通知送付は2012年8月から始まり2012年10月1日から2015年9月30日まで申し込みの受付を行ったが通知発送総数294,890件に対して 実際に受け付けられた申し込みは1414,081件とわずか7%であり、本問題に対する被保険者の関心の薄さが際立っていた。1型糖尿病の患者が理由を示されずに年金支払いを打ち切られた事例があり、大阪地方裁判所で2019年4月に打ち切りは違法との判決が出ている。ありがとうございます。